はい、どうも、ルルカです。セブンナイツ、リーア救出戦ですね。こちらの方にちょっと挑んでみたいと思います。今のところ2回負けてます。暗闇にされるっていうのと、あと2戦目の、ペペが、一人で減らないんで、いくらご一緒しても。おそらく即死じゃないとダメなんだろう。ということで、編成を、こんな感じにしました。で、クリティカル、最初のね、結構ね、なんだっけあいつ、スライム。ポポだっけ。スライム。名前が思い出せない。これ。ポポだね。このポポがね、めんどくさい。弾力ゼリーとかで回復して、その上、一回無敵になるんで、まあ、クリティカルがちょっとないときついかなってことで、ルリは外せないなっていうところ。で、エスパーダが結構レベル30なんで打たれ弱いんですよね。なので、ちょっと、後ろに配置して、で、エスパーダとブラックローズは即死ですね。即死をやっていただきたいと。であとは、フレンドは可能な限り即死を持ってる人を連れてきたいなってとこですかね。ちょっとあんまりないんですよね、クリスとか。なのでちょっとクリスをね、選んで連れていこうかなと思ってます。で、ルーシーを編成したのは、暗闇？暗闇をちょっと解除しながら戦わないときついっていうですね。で、ニアを入れてるのは全体攻撃と、あとバフ剥がしですね。向こうで防御力上げたりとかしてきたりもするんで、そういうのを剥がすため。です。あと敵は多分状態異常一切かからないと思うんで、そこら辺は全部無視。即死はわかんないけど。飲んできまーす。もうちょっと全力で。これでね、一回。面倒なのはもうおしまいよ。さっさとアリエルも倒さないとね。オッケー。これですよ。失敗しちゃいましたね。倒せるかな。オッケー。ポポで苦戦すると結構きついんですよね。回復入れよう。まあ、高速で周回できるようにするために、まず、相手の、ちょっと、やってき、戦いの仕方をね、ちょっと研究したいと思います。はい、OK。じゃあ、しょっぱなから。即死入るか。入った。よし。ほらほらほら。入んない。回復しないとやばい。さあ一緒にダンシー。さあ一緒に。
りあえず面倒いから後ろを倒しちゃおう先に。いや、はやっ。回復早いだろ。これ全く当たんないんだけど。残念だ、残念なぐらい当たらないっすけど。あ、そっち行っちゃう。お、ダメージ減るね。よし、これターン経過でなんとかするしかないのかもね。さあ一緒にダンシング。やばい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 。さあ一緒に。やべえ、ブラックローズやられた。なんでなんで急に急にでもないか。攻撃が上げられてたもんね。ちゃんと見てなかった俺が悪い。力を貸して。しまった。オッケー、ペペ倒した。よしよしよし。さあ一緒にダンシング。このベリカが何をしてくるのかっていうのがちょっと怖いね。神の何において。そっち行っちゃう。受け止めてね。やっぱなんだこの攻撃力。こっち。これはどう。え、ダメージ免疫。はずでは。あ、クリスがやられた。あー、これはちょっと厳しいね。もうダメージ免疫ってどうしたらいいの。そのベリカの即死ってこと。受け止めてね。一緒にダンシング。こっち。キャー。こっち。準備。こっち。トリア。トリア。さあ一緒に。キャー。トリア。強いな。トリア。トリア。これで終わりですわ。うん、ちょっと強いっすね。もう一回。何でいけばいいんだろう。なぜか強いエスパードとかいないんだよな。エスパーダ、このエスパーダを借りていきますか。即死。攻撃。トリア。これはどうしたトリア。光よ、力を貸せ。しまいよ。はっ。トリア。光よ。いけ。さあ一緒に。マジマジ。いけ。はっ。どうだ。いけ。ちょっとまあ。まずアリエルから倒したいもんだよねこれ。オッケー。
予定通り。そっち行っちゃう？まあね、そうなるわね。これでいけるか？いけない。クリティカル出ればいけたけど。オッケー。オッケー、よし。光よ、力を神の何おいて。オッケー、よし、入った入った。これワイルドライダー来た時に気をつけないとね。ナイス、ナイスミア。さあ、一緒にダンシング。こっち、こっち、光よ、いけ、いけ。さあ、一緒に光よ、力を貸して。オッケーオッケー、いいぞ。オッケー、いいね、いい攻撃。これはアプリが落ちた、最悪。なんか最近アプリ落ちやすくないですか？俺だけ？俺の iPad 3が、iPad mini 3がダメってこと？そんなことないよね。これ以外立ち上げてないし。てか今の戦い結構良かったのに脳幹にされるって最悪なんですけど。ちょっと待って、フレンドエスパーだって別にいいか。攻撃力上げるか。貫通攻撃を、全体攻撃持ってる。あ、そっち行っちゃった。光よ、いっけ。オッケー、待って待って。さあ、一緒に。いっけ。やばいやばい、なんかブラックローズが集中的に。さあ、一緒にダンシング。すごいな、敵のアリエルのリキャストってどうなってんすかね、これ。
やばいやばい。さあ一緒に。トリア。完全にヒビヒンだよ。さあ一緒にダンシング。トリア。じゃあ攻撃。トリア。いけ。光よ力を発せ。じゃあ。よしよしよし。一緒にダンシング。トリア。トリア。やっそー。オッケー、頼むぞエスパーダ。トリア。神の何において待ち。トリア。一応いい感じではあるけど、ブラックソウルクローズがやられそう。さあ一緒にダンシング。これダメだったらブラックローズですをあれだな、あエースに変えよう。さあ一緒に。割といいペースです。オッケー。オッケー、オッケー。受け止めてね。うわ、早っ。さあ、一緒にダンシング。落ち落ち。これで終わりだ。早っ。神の何において。落ち。やばいぞこれ。あーエスパーでやられた。これじゃ勝てないんじゃないかな。一緒にダンシング。これで終わりですわ。
すごい隙間がない。貫通は当たるけど、やっぱり ダメージ入らないですね。受け止めてね。トリア。落ち。トリア。攻撃。くそ。この縦のマークがあれなのかな。ちょっとコンティニューしてみますか。やっちゃった、もったいな。あー、なんかダメージ通った。なんか免疫のターンが長いのかな。勝ちましたね。まあ免疫のターンなんすね、きっとね。ってなる、無敵時間がある。それをちょっとなんとかできれば。重いな。ここアイリーンにしよう。アイリーン違うな。です。デロンズにしよう。完全免疫持ち。で攻撃力上げつつ。防御力上げつつ攻撃力も上げるっていう。ナイスだね。間に合わなかった。OK、これで楽に戦える。トリア。
ろう。トリア。やっ。やっしろ。オッケー。じゃあ2戦目。トリア。落ち。神の何において落ち。や。トリア。受けてみよう。さあ、一緒にダンシング。ポチ。ポチ。光よ。行け。行け。さあ、一緒に。光よ。力を合わせ。ポチ。あとはいかに後ろの敵をサクッと倒せるか。やっぱ時間かかんね、結構。さあ、一緒に。エスパーダの能力上がれば、いけるかな。ちょっと、自利品だな。やばいやばい。やばいやばい。やばい。デロンズが光よ力を合わせ。いや、フレンド借りてきてなかった。光よ行け。いやー、これ辛いな。回復した瞬間に闇にされちゃう。流れが悪いな。なのかちょっとわかんないけどね。あ、そっち行っちゃったか。受け止めてね。トリア！トリア！
これで終わりですわ。やあ、受け止めてね。当たった。ああ、なるほどね。やっぱりメイン解除を連発すれば、なんとかいけるね。というわけで、もうちょっと時間いっぱいなんでね。まあ、これをちょっと参考にしていただいて、パーティー編成だったりとか、育成方針とか決めていただいたらいいんじゃないですかね。はい。人柱になれたらいいな。と思っております。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。